皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。ワールドカップ再開後、プレミアで三笘がぐんぐん評価を上げてるね。あの活躍なら納得です。2週連続でプレミアのベストイレブンに選出されただけではなく、イギリスのサッカー専門誌が選ぶ今季のプレミアベストプレイヤー25人27位で選ばれている。毎試合スタメンが固定されてたとしても20チームで11人、220人だとしてもその中で17位ってすごいですね。前半戦では途中交代がメインで出場時間も多くはなかった。その中でこの選出はワールドカップ再開後の三笘がどれだけインパクトを残したか、その証明とも言えるよね。ですね。次は FA カップのリバプール戦だし、起用方法に注目が集まりますね。三笘はワールドカップ前から徐々に出場機会を得て、体調不良だった11月13日のアストンビラ戦は欠場したものの、10月末に行われた第14節のチェルシー戦からワールドカップを挟んで第21節のレスター戦までスタメンで出場。トロサールも移籍した今、怪我やコンディションの影響がない限りは出場機会が減ることはないと思うんだけど、それってやっぱり今季序盤に行われた監督の交代の影響も少なくないと思うんだよね。ポッター監督も三笘のことは高く評価していましたけど、実際の出場時間は微々たるものでしたもんね。デゼルビ監督が就任してからはトロサールの控えだった三笘の出場時間も徐々に増えていったんだけど、トロサールとの交代だけでなく、トロサールのポジションを変更して共存もテストしてみたのはもちろん、左サイドや中盤との連動した動きもブライトンの持ち味の一つとなっている。つまり、三笘が活躍できているのはデゼルビ監督の手腕によるところもかなり大きいってことですね。だね。このイタリア人監督がどういう経歴、どういう特徴を持っているのかをチェックしていきたいと思うよ。いいですね。監督になる前、選手としてはナポリでセリエA出場という実績はあるものの、わずかに3試合。しかもプロ10年目のこと。それまでは下部リーグが主戦場。最後はセリエ D でプレイし33歳で引退。選手としては決して一流ではないキャリアだったんですね。そういう監督は珍しくないからね。そこから監督としてキャリアをスタート。2014年には古巣のフォッチャの監督に就任。セリエ C からのスタートだから監督でも叩き上げのキャリアだね。選手としての実績がなければそういうキャリアの積み方になりますよね。就任2年目にはプレイオフまで導くものの敗退し、昇格はならず、そのまま首脳陣とのいざこざもあって退任。しかしそこで手腕に目をつけた当時セリエAのパレルモが監督として招聘。パレルモの会長であるザンパリーニ会長は監督交代をすぐ行う悪癖があったんだけど、デゼルビは就任当初に、私はコントロールすることが難しい人間です、そして何も妥協しませんとはっきりと申し立てたと言われている。しっかりとした戦術のビジョンとそれを曲げない人間性が垣間見えるね。その当時から今のようなサッカーのスタイルだったんですか？セリエ C にいたフォッチャの時から試合後に何度も見直して修正点を確認。当時から取り組んでいた後方でのボールキープからのビルドアップに熱心に取り組んでたそうで、セリエ C といえば、日本でいうと J3、 イタリアとはいえそこまで熱心に取り組むのは少し異常だったみたいだね。あとはイタリア、しかも下位リーグならボールの保持やビルドアップとかにもそこまで理解はなさそうですしね。その苦難の歴史はパレルモ就任後も続く。やりたいサッカーが実現できず、就任したシーズン、ホームでは全敗。38試合を戦って6勝しか挙げられずチームは19位。セリエ B へ降格となる。当然シーズン終了後に解任。なかなかうまくいきませんね。これには選手の獲得などに監督として意見が通らなかった、とも語っているね。監督として実績があればそういうのも通りやすくなるんでしょうけどね。パレルモを解任されたデゼルビはセリエAに昇格してきたばかりのベネベントにシーズン途中から就任。ちなみに指揮したのは第10節からだけど、そこまでは全敗という壊滅的な状態。就任直後も流れは止まらず、初めて勝ち点を挙げたのは第15節。初勝利には第19節までかかるという。とにかく監督以前にチームとして劣っていたという感じですね。ただ初勝利を挙げた第19節以降はやりたいことも浸透してきたのか、徐々に勝ち点を積み上げ、アウェイでミランを破るなど最終的には勝ち点21を積み上げるも最下位で降格。前半戦が丸々未勝利なわけですからそりゃそうなりますよ。この時の降格ラインが勝ち点38。後半戦で21の勝ち点を積んだわけだから、もし最初から指揮をしてれば。もしかしたら、もしかしたかもですね。2年連続で降格させてしまったとはいえセリエAで指揮を取り続けたことによってデゼルビの監督としての手腕に注目が集まる。そして翌シーズンの2018年、デゼルビはセリエAのサッスオーロで指揮を取ることになるんだ。わかりやすい結果が出てなくても見てる人は見てるものですね。
ここでデゼルビの名前がイタリアに知れ渡ることになる。サッスオーロはセリエAに定着しかけてた勢いのあるクラブ。現イタリア代表のロカテッリやベラルディオチームの主軸として成長、または復活させ、デゼルビが目指していた後方からのボールキープ、そしてビルドアップからの攻撃スタイルがチームに定着。3年間指揮を取り、安定した順位をキープすることに成功したんだ。チームの状況が改善したのは最終的な順位こそそこまで変わらないものの、得失点差を見れば明らか。就任前のシーズンは勝ち点43を積み11位につけるも、得失点差はマイナス30。これが就任1年目は勝ち点、順位こそ変わらないものの、得失点差はマイナス7に。そして2年目には勝ち点51を積み、順位も8位と1桁に。そして得失点差もとうとうプラス6に。さらに就任最終年は EL まであと一歩の勝ち点62。得失点差も10とセリエAの上位クラブとも渡り合えるチームに成長。ぐんぐん伸びてますね。しかし就任3年目の終わりに、サイクルの終わりを感じた。もう私に教えられることはない。とコメントし、惜しまれながら退任。しかしこの3年でデゼルビは新しい名将として評価を上げたことによって、あのユベントスやイタリア代表の監督候補としても名前が上がることに。その中で選んだのはウクライナのシャフタールドネツク。あら、ちょっと地味めなところに。ウクライナの強豪で2000年以降、リーグで2位より下になったことがない。つまり CL や EL、欧州のチャレンジができるクラブというわけだね。なるほど、そういう選び方も。あとは伝統的に若いブラジル人の発掘にも定評があるクラブ。選手のクオリティもデゼルビが選んだ要因の一つじゃないかな。CL には予選からの参加となったシャフタールドネツクはプレイオフを勝ち抜き、見事グループリーグに進出。しかしレアル、インテルといった強豪と同組となったシャフタールドネツクは6試合で2分け4敗と敗退。やはりそんなに甘くはないですね。ただ国内では首位を独走し、来年こそはと思われた矢先のロシア侵攻によってリーグは中断してしまうんだ。そこまで30試合を戦い20勝を挙げていたものの、ここで無念の退任。こうやってブライトンに至るということだね。人に歴史ありですね。デゼルビの特徴はやっぱりビルドアップにあると思うんだけど、似た監督としてパッと思いつくのはグアルディオラ。後ろからボールをつなぎながら相手を少しずつずらしながら攻めていく、そのスタイルはブライトンでも見受けられる。セリエAの時からイタリアのグアルディオラと一部で呼び声も高かった、本人も影響を受けたことを認めているし。グアルディオラとは個人的な親交もあるようで、ブライトン監督就任前には、就任することが決まってペップと話をした。彼は私がこのクラブに就任することをとても喜んでくれたよ。ブライトンについて教えてくれたし、もし必要なら喜んで助けると言ってくれた。もちろんシティと対戦する試合以外でね。とコメント、さらにグアルディオラはセリエA時代からデゼルビ監督のサッカーをくまなくチェックしているとも明かしている。双方に認め合う間柄というわけですね。細かい部分ではもちろん異なるわけだけど、ボールを保持し、主体的に攻めるというところでは共通点も多いからね。そういう意味で、三笘は実践経験以上にそういった思考の監督の下でサッカーを学べるという意味も大きそうですね。だね。自身がチームにとってどういう立ち位置なのか、何をなすべきなのか、周囲に何ができるのか。常にそういうことを考えながら約束ごとを体に染み込ませて90分戦う。ざっくり言うとそれが戦術だからね。日本代表にもそれを還元してくれると良いですが、クラブと代表だとそこに費やす時間も共通認識が持てる選手の数も当然違う。そのまま落とし込むことはできなくても三笘のキャリアにとって今シーズンは大きな財産になるんじゃないかな。そしてその経験をもとに似た思考を持つグアルディオラ率いるシティに、なんて、それは気の早い話ですね。その頃にはグアルディオラが退任してる可能性もあるけど、まずは今シーズン、デゼルビの下で全力プレーだね。ですね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。